人に行くまでに、薬が薬の成分がなくなってしまうということですから、比較的直腸に病変がある場合には、あまり言っちゃったんですけど、ちょっとそこまで病気薬がいくのかなというところがあって、で最近出てきたのが、アサコールですね。pH によって pH 依存性で、pH が 7.5、 海腸末端はだいたい 7.5 ぐらいになるんですけど、海腸末端の pH が上がると溶け始めると。で実際に内視鏡を見ると、こう海腸末端の海毛分と外皮面ですね、こうアサコールの錠剤がこう割れて、でこう下流が出てくるというのが、こうですね、海腸、海毛部で、その溶けた割れたアサコールの、下流が出血。ちょうど出てきた安倍首相が、特効薬ができたとよく言ってるんですけど、特効薬は何かって患者さんによく聞かれるんですけど、僕にも出してくださいって言うんですけど、大体元々患者さん生まれて、アサコールのことが安倍さんの特効薬ということで、これに変えたらすごく良くなったってことなんですけど、ちょっと本当のところはちょっと分かんないんですけど、実際に他の薬から変えて3つあるんですけど、3つで、この薬が効かなかったらこっちに変えてるとうまくいくかと思うんで、今まで2つだった薬が3つになってるのは非常に診療しているものにとってはありがたいことです。でそういった形でどれだけ病変の範囲に応じて使い分けていると。であと後半なんですけど、やはりステロイドが一番その使うことが多いんですけど、抵抗性依存性と抵抗性は効かないと思います。依存性は減量すると悪くなってしまうというところで、あるんですけど、先ほど言ったようにコンビネーションセラピーということで、病変の範囲を考えるということで、左側型で、メサラジンという、ペンタサなんですけど、経口と注射併用した方が寛解という率も高いし維持率も高いと。実際に経口と注射併用した方が局所の濃度がですね、高いと。局所の濃度が高い方が、実際吸収されて血中に入る部分と局所の両方で効くんですけど、粘膜濃度が上がってくると病気のアクティビティも下がってくるということで、両方経口と注射両方からやった方が当然なんですけど効くということで、やはり左側の直腸炎型とか左側大腸炎型の場合には中腸療法を併用したらよろしいというふうになっております。あと、主に依存型のステロイド依存型の方の場合ですけど、血球成分除去療法、昔白血球除去療法っていうのは、最近血球成分除去療法キャップというふうによく言われるんですけど、要は悪い白血球を直接取ってしまうと、悪い白血球を取ってしまうということで、今そうですね、潰瘍性大腸炎と言いました。あとクローンにも適用になって、ちょっとスライドうまく入らなかったんですけど、クローン病にも適用になって使えるようになっております。で実際にどう使うかというと、比較的重症難治療の方に週1回5週間1クリックで10回からあるいは11回使うと。で最初1週にかけて2回使えるということで、使えたんですけど、実は、2020年4月から1週間何回やってもいいと、1週間7回やってもいいということで、7回は日曜日からやらないんですけど、5回やって2週間で置いてもよくなったんですけど、ちょっと10回が1セットということで、こう回して、実際に透析と基本的に一緒で、ただ静脈から太い血管に太い肘の静脈に刺して、大体時間1分あたり50ミリぐらいの血流を保ちながら回路を回すというところでやっててですね、実際に白血球どれぐらい取れるかというと、これはセルソーバーってエルキャットなんですけど、下流球単球が 100% で血小板がで、リンパ球も2割ぐらい取れるということで、かなりたくさん取れると。で実際に、これ後輩の先生なんですけど、こういう形で、これは